どうも皆さん、翔です。本日は、この声を聞いてもわかると思いますが、え若干、体調崩しております。はい。ということで、えー、外に行きたかったんですが、今回は私一人で、えー、この間、えー、ライブ配信でやったような、競馬の予想をさせていただきたいと思います。本日予想するのは、 東京11です。フローラステックス。ね。オークストライアル。忍着までに優先出走権が与えられるというレースでございます。はい。ということでですね。皆さんどのようにお考えでしょうか素人馬剣士が、今、選手外しましたが、当てに行こうと思っておりますんでね。一応オープニング入れときますか。オープニング。 じゃあ行こうか。一、ちちゃういっちゃう,っちゃうえっと、予想いっちゃうぜ <music> ということで、今回もね、予想してまいりたいと思っております。この天竜声の私が、ね、天竜さんのようなね、パワフルな予想をしたいと思います。 じゃフローラステックス、えー。今回ね、フローラステックスなんですけど、絞り込んだ馬はですね、今回、えー、5と5と、とりあえず推奨で入れさせていただきました。えー、有力順に自分の中で有力順でいきましょうか。じゃあね、まず上の3頭を上げて、あとその上の3頭、残り2頭をね、チュンチュンって書いていきますね。じゃ <laughs> 今回私が有力な人としてね、えー、見ておりますのが、 14番クリスマスパレード。これ20までさせていただきます。ね、こちらクリスマスパレードはね、北山ブラック。北山ブラック3区ですね。お兄弟にミス横浜がいりますね。ミス横浜も、まあ、まあ、キレのある走り見してましたよね。デムーロさんかなんかでね。え、ね、え、まあ、石川、石川紀州乗りますけど、えっとね、ここまでの戦績が、 全部一着なんですね。で、えっと、まあ、二番手ぐらいかな。二番手ぐらいを追走して、最後、頭ポンと出るというようなレースを、ね、展開しているようですが、うん、あのー、このレース、逃げ馬もいるんですよね。逃げたい馬もたくさんいる状態の中でですね、まあ、二番手追走してポンと出れるようなら、中山しか走ってないんですけど、中山で、 中山でこの足使えてるんだったら35秒8、35秒8と、まあ、35秒8という足使ってますが、東京ならよりね、早い上がりが期待できるのではないかということで、クリスマスパレード、これ1着、えー、私20丸にしていきたいと思います。はい。そして丸。丸がですね、アドマイアベル。アドマイアベル。8番ですね。8番アドマイアベル。アドマイアベル。 えー、このアドマイヤベルね。そうですね。横山武志、横山武志騎士乗り換わりということでですね。うん、あのー、まあ、乗り換わりの部分はすごく気になるんですけど、うん、あのー、戦績、1、3、2着ということで、ケ剣外してない。3ヶ月休養の後の、えー、叩き2戦目ってことですね、これね。 ただぎせ目がフリージア賞2着。で、あの、他の馬とちょっと、この、若干違うところが、上がりですね。上がりがすべて33秒台使ってます。そして、走ってるレースも、うん、新潟、東京、東京、左回りか。メインで回ってるということで、まあ、今回フローラステークスね、東京ですから、えー、まあいいんじゃないか。 この上がりがある、上がりがまあ一番この平均して早いような馬っていうのはね、や狙ってっていいんじゃないかと思います。あのー、まあ3歳の馬に関しては、まだね、発展途上っていうところがありますから、上がりが早いだけでも魅力的なんですけども、まあ平均的な上がり、33秒台出してる。そこがやっぱり一応の魅力ですかね。で、なおかつ馬券外してないので、勝負的にもしっかり走ってくれるんじゃないかと思っております。仕上がりも良さそうです。えー、アドマイヤベール、えー、8番。 ね、ハドマイヤベルを丸にさせていただきました。そして黒三角に関してはですね、これすごく迷うところなんですよ。正直自分が今上げたい馬、実は本当は6頭いるんですよ。で、これ6頭ね、全部、あの、まあ一応、出しますけど、まあ、順番つけなきゃいけないので順番つけます。で、5頭と言いましたので、その中から1頭切りたいんですけど、えー、これはね、バロネッサ。 一番バロネッサ、ここね、この下ね、多分、ないと思うんですよね。バロネッサね。バロネッサ。はい。えー、っと、これ、うん、ロードカナラは3区ということで、まあ、この東京2000に関して、まあ、3区的に言えばそんなに成績悪い方ではないので、まあ、よく走ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、あーロードカナラ3区はね、やっぱり上がり多分速い馬もね、そこそこ出てくるでしょうから。うん。 やっぱり謹慎にドゥラエ、えー、レーデがいて、えー、まあ期待されてる馬の意頭でありますね。外国人、えーまあ、マーカン騎手マーカン、マーカンかな、えー、で、ルメール騎手乗ってますが、まあもしかしたらあれかいこれ、ルメール騎手怪我してなかったら乗る予定だったのかなわかんないですけどね。今回はね、えー、と津村騎手が乗るということで、まあ、これは別に。 がどののいいうわけでではないので私としてはね、この馬の力ということで、バロネッサ、えー、三角、色付きの三角にさせていただきました。で、ここまでの状況、これですね、これ。はい。これ。はい。ということで、これですね。はい。まあ、クリスマスパレード、アドマイア・ベール、バロネッサ、これで三連単買っていいと思うんですけど、さあ、そっからが問題ですね。そっから問題。えー、っと、私はね、これ、一回3、三頭ね、 3とあげて、ここから1と切って5とにしたいです。5とボックスにして、あの、3連服1000円で買いたい人とかいると思うんで、<laughs> 一応ね、名前をあげちゃいますけど、今回じゃああげさせていただくのが3と、今さらっといっちゃいますね。6番、トロピカルティー。ね。そして、11番、雪割り桜。13番、カニキュル。この3とあげさせてもらいます。<laughs> ということで、これ、これちょっとね、番号だけ。 6番、六番、11番、13番。はい、この6頭に完全に絞り込んでおります。この6頭に絞り込んでおりまして、この6頭の中から1頭切りたいと思います。これはもう完全に皆さん、5等ボックス、3連符5等ボックス1000円で買ってるよ、みたいな方もいらっしゃるということ、と思うので、ここはね、あのー、あっさりと、こう、馬券買いたい方にとっては、まあ、その、 5等に絞るというの大事なことだと思うので。いやただ自分はこれ6等あげてるんですけど、6等これ入れて買いたいなと思ってるんですけど、まあ買うとしたら例えば14、18、ここ2着、2等固定の1、6、11、13、3連服ボックスとか。そういうに買うと安く買えるのかなって思ってます。で、なおかつ元も取れんのかなみたいな感じでね、思ってます。6、11、13。これね、なぜあげたかというと、 33秒9、33秒9秒台、33秒9、33.9というのが上がり使ってます、東京で。で、えー、とこの時が新馬戦、えー、戸崎さんで1着取ってますね。で、えー、若竹賞、この後中山で3着、津村さんに代わってですね、で両とも出遅れてますね。で、津村さんの時、えー、中山では37.7秒という8なんですけど、中山でね、あのー、上がりが出ないっていう馬は、まあ、いると思うんですよね。 まあ直線短いってことで。なので東京がまあ得意なのではないかというか、東京向きなのではないかということでね、この上がりに期待して、で、なおかつ、えー、一着の時の乗り換わり、また元に戻るっていうのかな、戸崎さんに戻るということで、このト,リトロピカルティが、まあ安城、戸崎さんとともに、こう、馬券の方にバッと入ってきてくれればなっていうところですね。雪割桜、この雪割桜に関してはですね、 うん、どっちかというと逃げたいのかなっていう感じですかね。中山2戦してます。で、これも戸崎さん。2戦とも戸崎さんがやってます。えー、中山に関してはね、もちろんこれやっぱ上がりね、35秒台ということで、ちょっと若干東京では物足りないのかなというところですが、えー、っと、この逃げ残りっていうところでね、多分逃がすんじゃないかな。鮫島騎手。今回鮫島騎手の乗り換わりですが、この逃がすところで、 逃げて逃げてなんとかっていうところで粘り込むんじゃないかなというところもあるので粘り込むもしかしたら勝ち切っちゃうまあ相手次第で戦ってくるのかなという印象です、えー、そして13番カニキュルカニキュルさんに関してはカニキュルに関してはですねこの北村博史さん北村博氏の乗り換わりで前走はやっぱり戸崎さんなんですねなんですがうんあのー 骨折で4ヶ月放牧で叩き2うんそうですね、えー、東京でまあまあ、換気臭乗って2000メートルうーん、まあいいタイム出してますね、えー。このいいタイム出してる、このいいタイムを出してる状況に戻ってきてくれてるんならば。 骨折の状況が良くなっているんならばカニキュルさんは、えー、タイム的にも上がり的にも、まあ、非常に有力視されておかしくない一頭だと思うのでねここら辺はちょっと頭に出きたいなと思っておりますでここで消しの一頭どうしようかそうっすね正直迷うのはトロピカルティーと雪割り桜この二頭で悩みますうん フローラセックス。うん、若干ハイになるんじゃないか。ちょっとマイク馬が多くてハイペースになるんじゃないかという自分なんか印象なんですよね。うん。で、まあ、そうだな。ハイペースになる。うん、最初点、点がやっぱバッと速くなると思うんですよね。点が速くなった時に雪割り桜パンって出るんだけど、じりじり下がってってしまうんじゃないか。 トロピカルティさん、トロピカルティは、えー、ずっと、えー、出遅れ、出遅れ癖があるみたいで、この出遅れがどの程度響くのか、ちょっとわからないところなんですけど、まあ、東京での、新バでの上がりが33秒台使ってるっていうことを考えると、フローラステックス、雪割り桜よりはトロピカルティなのかな、ということで、今回の予想に関しては、 えー、私買いますよ買いますよ買いますけど雪割り桜11番これねちょっと消していきたいこれは消していきましょうということではい雪割、ね、り桜消しますはいということで最終の、うん、答えというか私の予想としましてはこのようになりましたよというところでじゃあ出していきますはいじゃじゃじゃん はい、こんな感じです。はい。えー、14番クリスマスパレード。え8番アドマイヤ・ベル。1番バロネッサ。そこから6、十3とね、勝ていきたいなと思っております。はい、これが最終結果です。11番は買わ,買わせていただきます。買わせていただきますけど、私個人的にはね。ただ、皆さんにはこれを推奨していきたいなと思っております。皆さんどうだったでしょうかね。えー、まあこれで勝つも負けるもあれなんですけども、 こういう人もいるよということで参考にしていただけたらいいかなと思います、うん、最後にねえこちらえ希望があればあのサイン付きでプレゼントいたしますのでえきれいに残しておきますので油つけないのでよろしくお願いしますあの希望があればねコメントでちょっといただければ何でもいいですよあの、えー、X の DM でも、えー、でイ,ンインスタの D.M でも、まあ、まあなんか D.M でねやりとりして、ね、あのー、プレゼントいたしますたねよろしくお願いしますあまあ希望があればねどうぞ皆さんねこれね何気に気づいたかわかんないですけど今まで黒い、えー、マスクだったんですよですが今回白でしっかり白星をあげようとして黒のねイヤ、ね、ーカフでね黒のところを、ね、金にして金帽子あげましょうねなかなかいい馬券ができるのではないかな。 と思った方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、勝でした。勝とうぜ。